どうも皆さんこんばんは、ウクレレプレイヤーの鈴木智樹です。本日は写真立てのあなたという曲のレッスン動画パート2です。楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。それでは次2段目に入っていきたいと思います。2段目のコード EフラットADDQ って書いてますが、これで Eフラットアドナインスって読みます。この Eフラットアドナインス結構手を広げないとダメなんですけれども、小指が1弦の8フレット、そして薬指が2弦の6フレット、そして最後人差し指が3弦の3フレットを押さえてください。そして押さえたら4弦か1弦まで弾いていきます。で、弾いたらその手のまま3弦を弾いてあげる。で、3弦を弾いたらその次はそのまま親指で下の2本を弾いてあげます。で、下の2本を弾いたらですね、ここからがちょっとポイントなんですけれども、中指を2弦の5フレットにつけておくんですね。そして2弦の6フレットを押さえている薬指を弾いてあげて、すぐに離す。離すとプリングといって、音がこう鳴るんですね。ちょっと薬指を引っ掛けて離してあげる必要があります。で、離して引っ掛けてプリングをしたら、また薬指を6フレットに戻して弾いてあげる。2弦を弾いてあげる。で、そのまま3弦を弾いて、その手の形のまま下を2本弾く。だからこの小節では薬指しか動いていません。このような感じですね。他の関係ない指を動かさないように気をつけていきましょう。そしてそういったら次はこの小指をですね、軸にしまして、小指は置いたまま人差し指で5フレットを制覇します。そして制覇をしたら薬指を4弦の7フレットに置いてあげますね。そして下まで親指でコード、これが Dm っていうコードになります。で、下まで弾いたらそのまま小指で1弦の10フレット小指で押さえてあげる。で、押さえてあげたらそのまま下に下げて Gm を押さえてあげます。 Gm は人差し指の第一関節で1、2弦の1フレットを制覇、そして中指で3弦の2フレットを押さえてあげますね。で、下まで弾いたら小指で1弦の3フレット。そしたらそのまま次は小指を5フレットまで伸ばしていって、そこで B ディミニッシュっていう形を作ります。で、 B ディミニッシュを作ったらそのまま下まで弾いて小指で6フレット。で、この B ディミニッシュは小指、中指、薬指、人差し指という順番で1弦から押さえていって、小指が1弦の5フレット、そして中指が2弦の4フレット、そして薬指が3弦の5フレットで、人差し指が4弦の4フレットを押さえてあげますね。で、下まで弾いて小指を6フレットまで伸ばしてあげます。で、伸ばしてあげたらですね、そのまま次は Cm9th っていうコードになります。Cm9th は3フレットを制覇して薬指を1弦の5フレットに置いてあげますね。で、置いてあげたら下まで弾いてあげる。で、下まで弾いたらそのまま3弦2弦と順番で弾いていって、その薬指を6から5にずらしてあげるんですね。ずらしたらそのままこの薬指を離して1弦の3フレット、制覇のしたまま3弦2弦を弾いてあげます。そしたらこの3小節目が弾けるんですね。そして最後に F サス4 F を押さえて人差し指をペタッと1弦の1フレットまで寝かせてあげるんですね。そうするとF サス4が押さえれます。で、 F サス4を鳴らしたらそのまま3弦で、3弦を弾いたら人差し指を立てるだけですね。ここは外さずに立てるだけで、また下の2本を弾いてまた3弦。次は Eフラット、人差し指を1弦の1フレット、そして薬指を2弦の3フレット、そして中指を3弦の3フレットを置いて下まで弾く。
で、その手の形まま3弦を弾いて、次は F7 を下までコードを弾いてあげましょう。これで、2段目が、終了しました。一度ちょっと2段目を弾いてみたいと思います。こんな感じですね。という風な感じになります。この3段目に入っていくんですけれども、ここは、先ほどやっていた1段目と2段目とほとんど一緒になっています。ただ1小節目だけが少し違いますね。1小節目はまずは、ここのリズム、最後の3拍目のリズムが違って、手の形や弾くことはほとんど一緒なんですけど、1弦の8フレットを弾いたらすぐに3弦を弾いて、その後人差し指で下の2本を弾いてあげます。このような感じですね。ここで人差し指、指先で下の 1,2 弦だけを鳴らしてあげるのがすごくポイントになりますね。で、下の 1,2 弦だけ鳴らしたら、あとは先ほど一緒です。で、この最後のまた小節、ここも少しだけ違います。F-sus4 は人差し指第一関節で 1,2 弦の1フレットを押さえる、中指で4弦の2フレットを押さえて下まで、で3弦で下の2本で、その後ここから、だいぶと変わってくるんですけれども、中指と薬指で、2弦の3フレット、3弦の3フレットを押さえてあげて、中2弦だけを弾きます。で、中2弦だけ親指で弾いて、そのまま3弦もう一回弾いて、また F に手を変えて下まで鳴らしてあげる。で、そこでこの最後の段が終わりますね。で、このように最後 F を弾いたら、次 B フラットというコードにして下までコードを弾く。下までコードを弾いたら、そのまま3弦2弦、3弦で、また3弦を弾いて、小指でハンマリング、3弦の3フレットに行って、また1弦を弾いて3弦のハンマリングをした、そのまま2弦を弾いて1弦を弾いて、また2弦を弾く。で、また B フラットにして下まで弾く。そして次、最後は F7 というコードになります。人差し指が2弦の1フレット、中指が4弦の2フレット、そして薬指が3弦の3フレットを押さえて、下までコードを鳴らしてあげる。はい、これで一旦サビの部分まで終わったことになりますね。一度ゆっくりと弾いてみたいと思います。最初から弾いてみますね。こんな感じです。Thank you.
本日パート2のレッスン動画でございました。皆さんいかがだったでしょうか、弾けましたでしょうか。鈴木智樹は Twitter や Facebook そしてインスタグラムなどもやっておりますので、ぜひぜひ皆さんそちらの方もチェックフォローしていってください。よろしくお願いします。この動画を楽しんでくださったグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次のパート3の、レッスン動画でお会いしましょう。ウクレレプレイヤーの鈴木智樹でした。バイバイ。